こんにちは、ダイレクトなスタジオの広島です。今回は作曲をやっていて思い通りにいかなかった時の対応策について紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。作曲をやっていてイメージ通りうまくいかないなと思ってボツにしたいという衝動に駆られたこと、これはもう作曲やられている方は皆さんあると思うんですが、そういう時にもうただダメだったで捨てるわけではなく、それをうまく活用することによってもしかしたら名曲に生まれ変わってるかもしれない、そういう対応策がありますので、ぜひちょっとやってみましょう。まずはですね、分かりやすいちょっとボツになりそうな感じの、メロディーを何か作ってみますね。キーをじゃあ C にして、どうしようかな。こんなような、今キーが C で C、F、G、C、こんなのでミミミミミこんなメロディーとコードにしましょう。そして、どうしようかな、歌詞もちょっとなんかつけてみますね。じゃあ歌詞がもう何も、このようにもう何も怖くないよというメロディーとコード進行をつけたとします。しかし自分で歌ってても聴いても何かいまいちだなということってあると思うんですね。で、じゃあこれはメロディーが悪いのか、それともコードが悪いのか、歌詞が悪いのかとか、いろいろ悪い原因というのは探せると思うんですが、実際ですね、よくあるケースはメロディーとコードのやはりコンビネーションなんですね。ですのでこのメロディーとコード進行の関係、これがですねうまく掛け算になることによって最後の、答えが化学反応のように美味しくもなるし、まあ普通だったねという感じにもなるわけですね。さっきのこの流れ、まさにメロディーのもう何も怖くないよ、このメロディーに C、F、G、C とつけるだけ、これは掛け算どころかもうほんと足し算な感じなので、もう何も怖くないよ、まあ大体こうつけるだろうなという普通な感じなんですね。これがいまいち面白くない、掛け算になってない。ではじゃあこのベタな感じをもう少しいろいろ変えてみたらどうなるか。今1の C からやりましたね。じゃあ Am からやった、 Am、F、G、C、 こんな風にやってみたらどうなるかやってみましょうか。もう何も怖くないよ、悪くはないですね。今やった流れ Am から F、G、C、 そうですね、同じコードは極力、何度も使わない方がいいので、C、よりも Am、F、G、C のキャラクターは分かりやすいですね。では今度はトニックの1や6マイナーではなくサブドミナントの4メジャーから始めてみましょうかね。もう何も怖くないよ、これどうでしょうかね。Just a two of us の4-3-7から6マイナーという進行ですね。4メジャーから3セブンス、そして6マイナーセブンスからまた1セブンス、これも全然先ほどとは大きく変わってきますよね。もう何も怖くないよという流れから、もう先ほどよりも随分深みが出てきましたね。じゃあこの4-3-6進行、これにさらに分数なども入れてみましょうかね。
4メジャーから3セブンからここに G シャープを入れて A マイナーセブンスから今度は半音進行 A フラットマイナーセブンス、そして G マイナーセブン C セブンスというクロマチックなんか入れてあげるとこのように弾いたらどうなるかやってみましょう。もう何も怖くないよ。ああ不思議ですよね。メロディーも変えてない、歌詞も変えてないんですが、そのメロディーとコードの組み合わせを変えるだけで一気に色気が出てきました。この時はですね、実際今のやり方すごく、いい方法なので試してほしいんですけど、メロディーがドレミファソラシドの、まあベタなドレミファしか使ってないんですね。ですのでこれに対して普通のコード付けだと普通普通なので化学反応が全く起こらないんですね。それに対して最後にやったコード付けが F メジャーから E7th でここの A フラットの音が入りますよね。これがポイントで、さらにまた A から A フラットマイナー、Gマイナーが入ることで B フラットが出てというふうに、裏側のコードではこのドレミファソラシド以外の音をうまく入れることによってドラマが生まれてきたということですね。それでは本日のまとめをやっていきましょう。作曲をやっていて、なんか自分が作ったものをボツにしたいっていう時にはですね、何かしら原因があります。特に、今回やってみて分かるように、メロディー自体は悪いわけじゃない、だけれどそのメロディーとコードとの関係が掛け算になってない、もうただ普通につけた足し算になってる可能性が多いですよということですね。最初につけたのが C、F、G、C、これだとこのコードトーンが全部入ってるような感じで、ベタなメロディーとベタなコードがくっついたような感じなので面白さがないという流れ。そして2回目の Am、FGC、これに関しては最初 C から始まったのが Am に変わったことだけで、不安から始まるので、もう何も怖くテイストは変わります。そしてその次の4メジャーから始まったジャスタ・トゥ・オブ・アスの4-3-6進行ですね。もう何も怖くないよ。これだけで一気にドラマ感が出てきました。そしてさらに最後のところでは、さらにコードを豪華にして複雑な流れを後ろ側で作るんですね。なぜかというと、メロディーがずっと上がったり下がったりしてるだけで、ドレミファの4つしか使ってない非常にシンプルすぎるメロディーなので、裏側では複雑にしたという流れですね。ということはですね、このコードとメロディーの関係では、メロディーが複雑になるとコード進行はできるだけシンプルにしてあげた方がうまくいきます。そしてメロディーがすごい単調な場合は裏側で複雑にしてあげる、まあ、これはバランスですね。このような関係性を分かっておくと、先ほどやったメロディーは悪いわけじゃないんだけど、コードをつけた時にどうもいまいちだなという時のバランス感覚が分かってくると思います。でそのために普段から何をしなくてはいけないかというと、いろいろな楽曲を耳コピして分析する、この習慣をつけておくんですね。そうすることによって同じメロディーが生まれてきたとしても、よしこのメロディーはこのコード進行に当てはめたらうまくいくだろうな、なんていう感が働くようになるんですよ。それに対して自分の知ってるコード進行のパターン
でしか当てはめられないと、ああなんかいつもあるような流れから抜け出せないなっていう感じがしてしまうので、コード進行は常に、どんどんいろいろな楽曲からピックアップして増やすこと、そしてやはりキーですね、キーもすごく大切で、今 C キーでやってますから難しさはないと思いますけど、キーはやっぱり12キーあるので、キーが変わっただけでも雰囲気はガラッと変わるので、12キーもマスターしておくと、そのメロディーはもしかしたらこの場所このキーでは輝かなかったかもしれないけど、違うここのキーに行けばものすごく輝くメロディーになってたかもしれない、なんていうこともよくありますので、ぜひ、メロディーとコードの関係、こちらに注目してボツだった曲を蘇らせるということをチャレンジしてみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。